やはり一定の目安がないと改革ってなかなか進まないというふうに思いますので、その点は必要だというふうに思っています。今回自民党がまとめた歳出削減策では、2020年度に基礎的財政収支を黒字化させるとした財政再建目標の達成のため、中間目標として2018年度の歳出額に上限を設けることを求めています。ただ、甘利経済担当大臣はこれまで具体的な数値目標を設定することに慎重な考えを示しています。政府が今月末に取りまとめる経済財政運営の指針、いわゆる骨太の方針に提言をどこまで反映できるか最終調整が続きます。